はい、お疲れ様です。高梨選手、今日優勝、昨日は2位で今日優勝ということですけれども、ヒンターツアテンはどうでしたか？はい、そうですね、ちょっと癖のある台で、あまり得意な台ではなかったんですけど、最後の最後でその R をうまく通過してこれる、来ることができたので、いいジャンプだと思いました。これでまた少しピリオドが空くと思いますけれども、この後の予定はどういう予定になってますか？一旦家に帰って、それからまたチェコのリベレスで行われる世界ジュニア選手権に出る予定です。ジュニア世界選手権ですね。目標は、そこでの目標はどう考えてますか？目標はチーム戦で2連覇をすることです。ありがとうございます。頑張ってください。この後も、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。